別は良くないけど、黒人もドイツ人も日本人も朝鮮人も中国人もみんな平等だと、同じ能力があるという考えはおかしいと思う。言わせてもらうことは言わせてもらう。安倍、お前売国奴だ本当に。友達は170人ぐらいいて、世界中のだからコアなネオナチのやつらはほとんど仲間です。これでそう、僕のフェイスブックは作って1年でもう15回近くあれですよ、アカウント停止になってますよ。ドイツはドイツで、今の政治っていうのは民主主義でありながら、言論の自由はホロコーストやナチズムに関しては全くないわけですよ。フェアじゃないよね。例えばこうやって敬礼しただけで懲役行かなきゃいけなかったり、その部分だけ見れば北朝鮮と変わりないじゃないですか。警察署内だからダメです。それは殺人禁止。わかりました。どうです。東京出身の山田和成、52歳です。私は1980年代の半ばから国家社会主義日本労働者党という世間的に言うとネオナチの団体を立ち上げて現在に至ってます。我々の場合はインターネットで明日でもやるからみんな集まってって言って、で初めて会うやつとそこで集まって旗持ってデモして解散というそういうグループじゃないので、なかなかやっぱり今時や人数的にはきつい状況が続いてますけど、それなりに活動はしてます。文化伝統を捨てたらもうそこにあるのは日本でないということですからね。これヨーロッパで、ヨーロッパやオーストラリアが失敗してるじゃないですか、移民に対して。それは安倍政権はどういうふうに考えてるんだろう。しかも日本が受け入れようとしてるのは中国人ですからね。そうですね。最近は僕が選挙の時に山田さんが応援来てもらうと、そういうことが多いですけれども、特に今日本が移民を受け入れるというね、瀬戸際に来てますのでね、そういう場面では、共闘して、政府の移民受け入れ策に対しては断固反対していかなきゃいけないと思ってます。アメリカの WAR というね、元 KKK のカリフォルニアの支部長だったトム・メッツガーという有名な人がいて、彼に日本に来てもらって講演をしてもらったことがあるんです。イタリア人の人たちは日本人のこと結構寛容に尊敬してくれてる。日本もなんだアーリア民族だって言ってくれてる人たちが多い。僕がまだね子供の頃はその戦争の本とか本屋さん行って並んでるでしょ。でヒトラー伝とかムッソリーニ伝とか売られてて、ヒトラーが完全今みたいな 100% の悪人だというような本はあんまりなかったんですね。ホロコーストっていうのは基本的にないですよ。日本で南京大虐殺があったって言われてますよね。それと全く同じに連合軍戦勝国が作ったデマで、あんないいことを言う人がそんなことをするのかなっていうのがまずそもそも疑問の始まりで、そこから好きになっていったんですね、ヒトラーのことは。今これ読んでるマインカンプなんだけど、これ漫画化されてるやつなんですね。マインカンプで一番好きな部分はやっぱりこれユダヤ人に対して、当時のベルサイユ条約の後ユダヤ人に対してのことを語ってる部分が一番好きですね。白人至上主義対ね、その有色人種の戦いみたいな考え方は好きじゃないですね。っていうのも白人種にしても種族がいっぱいいるし、有色人種、黄色人種にしても
種族あるいは民族がたくさんいるわけで、十把一からげで白人対有色人の戦いという考え方はちょっと僕は違うんですね。世界的に下火になってますよね、目立ちは。ドイツもそうだし、ヨーロッパでもそうだし、ロシアでもプーチンが全部潰しちゃってるから、このマークは外国人排撃のためのマークじゃなくて、国家社会主義国家建設のための手段、あの旗なんです。でそのための手段として外国人を排撃するというのはあるけど、外国人排撃が目的の旗ではないということだけを頭に入れてほしい。え、安倍に言っとけよ、俺たちに付き合わしろ連れてけって。え、あんなジジイの握り寿司壊してクロンボによ自由主義民主義を粉砕せや、粉砕せや。手術あげてから守れんだから触るなよお前よ、触るなお前、死んだらお前すぎだぞお前。今日一瞬ね、運動してた民族の指導名の森垣委員長とは付き合いも長いし、そうだな、死を末節の世界観の違いはあるけど、同志、私の同志ですね。おい冗談じゃねえよら、どうしてくれんだよ。ナチズムファシズムのいいところは取り入れます。自分たちの民族共同体をしっかり建設するということ、それはドイツの民族共同体であるナチズムと日本の共同体である我々の考え方というのは、みんなお互いね共通するところがあります。旗の真ん中にあるものは日本の伝統的な勾玉です。勾玉というのは恐れ多くも天皇陛下の三種の神器の中の一つであります。四つにしたというのは東西南北、でまあハーケンクロイツを似てるじゃないかと言われれば意識はしてます多少。はいはい、それは正直言いますね。はい、日本は天皇を中心とした国家社会主義国家樹立が理想だと思ってます。どうしてもね、やっぱりこの旗というかこのハーケンクロイツを捨てきらないわけですよ。だからもうきっと死ぬまでは好きなまま死んでいくんでしょうね。この先運動するにしてもこの旗を握りしめて運動するという、そういうことですね。